ラジオはやっぱトークが必要なんで、はいはい、そうするとやっぱ姿勢を保つトレーニングが良いのかなというふうに。はは、もうアクション的にさ、肘を前にくってこう脱き出したじゃん、ブランクだろ。はい、その通り。正解、素晴らしい。トレーニングを始める前からトレーニング名を知っている、その意識の高さ、素晴らしいです。ナイス。あー、コーチ、コーチ褒め上手。素晴らしいですね。ですプランクやりましょう。プランク、プランクやんの、これどれぐらいの長さやるんですか、プランクは。プランクはですね、まあ、できれば本来のトレーニングであれば、まあ、1分を3セット1分、はい、インターバルは10秒でやるっていうのが、まあ、最も効率的ではあるんです、長い、ね、最も効率的。1分もできねえよ。1分長いですね。長い長い。できるできないじゃないです、うん、やるんす。急に鬼コーチ。やる、やる。そうなんです、はい、10秒のインターバルで3本。本来はですよね。本来は今回はプランクお題トークということで、はい、まず、まあ、プランクをやっていただいて、そうで、ボックスの中からキーワードを引いていただきます。で、プランクをやった状態でお題トークをするので、まあ、そのトークの長さによってね、トレーニングの時間が変わるっていうところもありましたね。いつもの箱出てきたな。ああ、ボックスがね。あ、もう、いや、カイトマッスルジムのね、ラジオといえばあの箱だよ。そうです。まずはお二人のフォームから見ていきましょうかね。フォームからですね。そうなん、もう逆にこれは癒しのトレーニングですね、うん、え、癒しなの。癒しだけど。逆に、コーチもうしんどいよこれ。あ、いいですね。もうちょっと、もうちょっと下げる、こんぐらいですかね。はい、いや、ほんと微妙だったよ。ですね。微妙に。素晴らしい。オーミーさんは持ち上げられたけど。やったー、褒められた。はい、じゃあこのままお題トークをやっていくわけですけども。これでこれでええ。スタートということで、じゃあお題引いていきましょう。はい、うわ、すげえ簡単に。簡単に引くな、カイト君は。すげえ。はい。はいはいはい。神谷博士を筋肉に例えると、え、どういうこと、なんだろう、腹筋、腹筋。いやー、神谷さん、そうだな、うん、コーチどうですか。でもやっぱりこう、若手からすると、うん、憧れの的ではあるんですよ。なんていうの、すごい、輝くところがあって、うん、あ、そう。目指すべき目標みたいなところもあるので、うん、ただ、うん、まだやる、まだ、そのトーク。もういいだろう。でもなんかこう、うん、その中には、こう、計り知れない努力があるんだろうなと思うと、腹筋で、腹筋で。腹筋でつきやすい筋肉ではなさそうなんですよ。大胸筋かなって。大胸筋かなと思ったけども。でも、筋肉の花形だからね。そうなんです。でも、大きい筋肉ってつきやすいんですよ。つきやすいんだよ。いや、難しいっすね。だんだんもう、しんどいって。コーチ、コーチ、もうしんどいよ、コーチ。コーチ、コーチ。大殿筋。大殿筋。はい。はい。やばい、痛い。はい、オッケー。きつー。はあ、素晴らしいですね。いいですよ。カイトコーチ。あ、じゃあ、プロテイン飲みましょう。お、素晴らしい。コーチ。コーチ、プロテイン飲みましょう。プロテインなの？本来であれば、筋トレ前、筋トレ中、筋トレ後に飲むっていうのがいいですね。あ、そう、3回飲む。ずっと飲んでた方がいいです。ずっと飲んでた方がいい。いや、今、しんどかったよ。どれぐらいだったの、今ので。測ってないのかよ。カイトコーチの、さじ加減ですね、ここはね。そうですね、今ので大体10秒ぐらいですかね。10秒じゃねえだろ。どんな体内時計してんだ、コーチ。おお、これさてよ、ラジオ下手だな。ラジオは尺は見たことないですね。コーチ、わかります、その感覚。同じ一族だ、小野君。ですよね。まだ行きますか、プランクトーク。まだやんの。まだやります。マジか。カイト君がさ、納得するまでその話続くんだもん。嫌だよ、もう。じゃあ、もし正面のプランクがきつくなってきた時に、もう一個プランクあって、横になるんですよ。これちょっと難しいんですけど、肘をついていただいて、垂直になるように。で、このまま腰を上げると。で、腰が前になったり後ろになったりしないようになるべくまっすぐ上げる。僕得意なんですけど、前後の動きは得意なんですけど。あら、この状態で足を上げるとより筋肉の。コーチは全然拾わない、そういうの。拾ってくんないね。面白いこと喋ってんのに。そういうのは拾わないぞ。一番美味しい筋肉の部位は？
一番美味しい国の意味、一番美しい。美しい。美しい。あ、美しいって言ったら、どこだと思いますか、神谷さんは。あ、僕はやっぱりあの、こう、上腕二頭筋じゃないかなと思うんだよね。やっぱり、筋肉の象徴みたいなとこあるじゃん。そうですね。夏になると見えやすいっていうのもあって、確かにそこを鍛える方が多いんですけど、実は腕の太さって、上腕二頭筋より上腕三頭筋。三頭筋ってことか。二の腕の場所の方が、二の腕ね。実は、こう、割合的に多くて。コーチ、二の腕か。コーチ。ちなみに、小野 D さんはどこが美しいと思う？ちょっと待ってください。いやー、これはしんどいよ。ふくらはぎ。いいですね。ふくらはぎはね、あの、第二の心臓と言われてまして。あ、そうなんだ。歩くたびに血管が収縮。あ、そう。僕は大胸筋です。はい、OK。いやー、素晴らしい。ナイスマッソー。では、プロテインを飲みましょう。はい。カイト君は、汗だくだね、もうすでに。そうなんです。筋トレをすると代謝が上がるんですね。わあ、いや、僕らなんかまだ全然汗かいてないもの。やっぱり。あ、よくない。違うんだよ。体が。筋肉が燃えてるんですよ。燃えてるんだね。そうですね。この汗はもう、ほんと宝石のようなことですから。確かにキラキラ輝いて。さっきからずっと名言だな、あいつ。